ねえシノン、前から聞いてみたいことがあったんだけど。何？どうしたらシノンみたいに強くなれるのかな。強く？もちろん聞いたからって私がすぐに強くなれるわけじゃないのは分かってるよ。自分で努力するしかないのも分かってる。でももしよかったら教えてほしいの。不思議ね。私は自分が強いなんて思ってない。でも周りから見るとそう感じるのかしら。クレハ以外の人からも言われたことがあるの、シノンは強いって。そんなに変かな。シノンはスナイパーとしても有名でしょ。当然の評価だと思うけど。そうね、そういう意味では私は多少強いのかもしれない。でも私は自分が弱いことを知っているから言われてもピンとこないのよね。それってどういうこと？私はキリトやアスナたちと出会って救われたの。今だってみんなが一緒にいてくれるから戦えているのだと思う。私はもっと強くなって自分の弱さを克服したい。だから GGO に来たの。シノンがそんなことを考えてたなんて私全然知らなかった。ステータスでは強い方かもしれないけど、きっとクレハの言う強さってそれだけじゃダメよね。そうだね。あ、ごめんなさい。だから強くなる方法については私もわからないの。まだ模索しているところだから。ううん、ありがとうシノン、大事なことを教えてくれて。私から見たらクレハも十分強い人に見えるよ。でもきっとクレハはそれじゃ満足しないのよね。お互い答えがわからない者同士、一緒に探していきましょう。そうだね。ねえシノン、前から聞いてみたいことがあったんだけど。何？どうしたらシノンみたいに強くなれるのかな。強く？もちろん聞いたからって私がすぐに強くなれるわけじゃないのは分かってるよ。自分で努力するしかないのも分かってる。でももしよかったら教えてほしいの。不思議ね。私は自分が強いなんて思ってない。でも周りから見るとそう感じるのかしら。クレハ以外の人からも言われたことがあるの、シノンは強いって。そんなに変かな。シノンはスナイパーとしても有名でしょ。当然の評価だと思うけど。そうね、そういう意味では私は多少強いのかもしれない。でも私は自分が弱いことを知っているから言われてもピンとこないのよね。それってどういうこと？私はキリトやアスナたちと出会って救われたの。今だってみんなが一緒にいてくれるから戦えているのだと思う。私はもっと強くなって自分の弱さを克服したい。だから GGO に来たの。シノンがそんなことを考えてたなんて私全然知らなかった。ステータスでは強い方かもしれないけど、きっとクレハの言う強さってそれだけじゃダメよね。そうだね。あ、ごめんなさい。
だから強くなる方法については私もわからないの。まだ模索しているところだから。ううん、ありがとうシノ、大事なことを教えてくれて。私から見たらクレハも十分強い人に見えるよ。でもきっとクレハはそれじゃ満足しないのよね。お互い答えがわからない者同士、一緒に探していきましょう。そうだね。ただいま。おかえりなさいキリト。やっとキリト一人か。なんだよ会っていきなり。まあしょうがないわね。ねえキリト、あなた今暇よね。暇というか別に用事はないけど。だったらちょっと付き合ってくれない？エネミーを狩りに行きたいのよ。まあもちろん構わないけど、でも誰か待ってたんじゃないのか。いいえ、みんな帰ってきたら一緒に狩りに行こうって思っていただけ。もう少し待ってもいいんじゃないかな。いいえ、行きましょう。キリトのお出前なら二人でも問題ないと思うし。まあシノンと一緒ならよほどのことがない限り大丈夫だとは思うけど。あら、それはどうも。どのエリアに行こうか。行き先はもう決めてあるの。手応えのあるエネミーが多いところよ。よし、わかった。これで全部片付いたわね。この辺りにはもう敵の姿はないわ。それじゃあそっちへ合流するわね。ふう、お疲れ様。ああ、相変わらず見事な腕だったな。どのエネミーも一発で仕留めてる。対人ならともかく、エネミー相手なら外す方が珍しいわ。大体の動きはパターンがあるもの。そうは言ってもあれだけの距離で当てるのはすごいだろう。私はいつまでもフォトンソードで戦ってるキリトの方がよっぽどすごいと思うけどね。それって褒めてないよな。いいえ、褒めてるわよ。私には絶対できない勇気ある戦い方だなって。なんか毒がこもってるよな。まあ冗談はともかく、キリトが前で戦ってくれるとスナイパーとしてはやりやすいわ。こちらの位置とか射線とかちゃんと意識してくれるし。そのくらいのことはやって当然だろ、パートナーなんだから。それはそうだけど。さて、もう少し狩りを続けるか、それとも一旦帰投するか。そうね、まだ弾の残量は余裕があるし。ん？なんだあれは。え、どうかした？シノン、危ない！なんだこれは、グレネードか。体よっしゃ、命中したぞ。覚悟しねえ。くそ、敵の攻撃か。さすがにちょっと分が悪いか。あたしはいいから。まさかスタンした仲間を置いて逃げられるわけないだろ。弾が激しすぎて何だ。まだ動けたのか。よし、相手がひるんだぞ。ここで煙幕を耐えて。さあシノン、捕まって。ごめんなさい。いいから急いでここを離れるぞ。ひとまずここに姿を隠そう。いつまで持つかわからないが。ごめんね、私が動けないばっかりに。何を言うんだ、こっちこそシノンに助けてもらったのに。あの時シノンが撃ってくれなかったら俺もやられてたよ。体の方はまだ辛いか。
ううん、しびれは少しマシになったけど、でも動けるようになるのはもう少しかかりそう。そうか、とにかくここで時間を稼ぐしかないな。俺が入り口に立つから、シノは奥へ。待て、キリト。こんな体じゃあなたがやられた後に一人で戦うのは無理よ。だからそばにいて。そうか、分かった。ごめんなさい、キリト。でも少しこうしてて。もちろん構わないよ。今こうしてる間にも敵が私たちを探しているのよね。そうだな。この洞窟はかなり見つかりにくいから時間は稼げると思うけど。そんな状況なのに、なんだかこうしてると安心するの。おかしいわよね。敵から狙われていて、体はしびれて動けなくて大変な状況なのに。俺もシノンがいてくれてとても心強いよ。同じだな。ありがとう。ねえ、少し話をしてもいい？ああ。前にも言ったかもしれないけど、私は SAO の世界に入るまでずっと一人ぼっちだったの。でもSAO であなたと会って、信頼できる仲間もできて、私も生きていていいんだって思った。シノン。そしてこの銃が支配する GGO の世界で、昔の弱かった私から強い私になって、あなたたちと一緒にいる資格を手に入れたい。キリトと一緒だったらきっとどんなハードルも乗り越えられると思うから。だから今敵に追われていても安心できるのかな。一緒にいるために資格なんて必要ないよ。俺たちはシノンと一緒にいたいからいるだけだ。俺だってシノンにはずっと助けてもらってる。さっきだって動かない体を無理に動かして助けてくれたじゃないか。ありがとう、キリト。そう言ってもらえると私嬉しい。お互い様さ。うん。くそ、あいつらどこに行きやがった。絶対この辺りに隠れているはずだ。ヒットはしたんだからな。でも女を置いて男だけ逃げてるって可能性は。だとしたら戦利品と一緒にご褒美も手に入るってもんだろ。スタンでしびれてる女の子っていいな。おいおい、ハラスメントに引っかかるようなことはするなよ。見るだけにしないとな。なんだ、どこから。言いたい放題言ってくれたな。貴様は。今度はこっちから仕掛けさせてもらったぞ。スナイパーは向こうの岩場か。そっちを先に行かせるかよ。強い。片付いたね、キリト。ああ、思ったより早かったな。周囲に敵影なし。そっちに合流するわ。お疲れ様、シノ。いい腕だったぜ。ええ、ありがとう。それじゃ、今日はグロッケンに戻るか。さすがに疲れたよ。ねえ、キリト。さっきの話だけど。さっきの？ああ、洞窟の中の？その話だけど。あの時は、私はスタンの効果でちょっとどうかしてたみたいで。え？でも、あれには体をしびれさせる効果しか。いいから。スタンで
どうかしてたからおかしなこと言ったの。忘れて、誰にも言わないで。ああ、わかった。誰にも言わないよ。約束よ、キリト。もし破ったら。おい、銃を向けるなよ。約束する。絶対離さない。それならいいわ。でも忘れることはできないな。シノンの大事な話だったから。誰にも言わないで。言わないでいてくれたら覚えていても許してあげる。オーケー。さあ帰ろうぜ。帰りは何もないといいけどな。どうかしらね。あなたといるとトラブルばかりだから。ね。キリト。やった。だったわね。あ、ね、隣で横になってもいいかしら。ああ、別にいいけど、今日は疲れたもんな。ありがとう。キリトもお疲れ様。相変わらず大したプレイスキルだったわね。そんなことないさ。シノンの遠距離射撃がなければ勝てなかったよ。それはまあ、それが私の役割だから当然よ。もともと ALO では弓矢を装備してたからね。遠くの標的を狙うのが得意だって知ってるでしょ。でもさ、ファンタジー世界での遠距離とシューティングの遠距離とじゃ比べ物にならないだろ。そうね。でもどうしてかしら、こっちの方が距離はあるはずなのにむしろしっくりくるのよね。 ALO だとケット氏としての種族の特徴で視力が良くなる効果があるじゃない。だから ALO では言うほど距離を感じないのよね。だとしたら GGO の方が標的がより遠くに感じられて難しいんじゃないのか。なんていうのかしら、レンズ越しに見る景色の方がリアルに感じられる、そんなところなのかしら。そう考えると GGO って私向きの世界なのかもね。そんなもんか。なんか的を絞ってることを想像してたら目が疲れてきちゃったわ。そういう時は目を閉じて休ませるのが一番いいのよね。ちょっとだけ寝させてもらうわ。ああ、時間が来たら起こしてやるよ。ええ、助かるわ。お疲れ様。今日もご活躍だったわね。でも後半少し調子が悪そうだったけど、どうかしたの？
ちょっと最近目が疲れてるみたいでさ。ああ、なるほど。集中してターゲットを見続けていると時々そうなっちゃうわね。仮想世界だし、もしかしたら錯覚なのかもしれないけど、それでも疲れてると感じるのは事実だし。現実でも時々そうなるよな。集中して何かをじっと見たりしてると目が疲れたり肩が凝ったり。そういえば最近肩も凝ってるような。あ、じゃあせっかくこうして横になってるんだし、マッサージしてみるのはどうかしら。仮想世界だから関係ないかもしれないけど、でも気晴らしくらいにはなるかもしれないし。どう？プラシーボ効果とかと似たようなもんか。そうかもね。さあ、じゃあうつ伏せになって。あ、どういうことだ？何を言ってるのよ。話の流れからして私があんたをマッサージしてあげるって場面でしょ。ほら、さっさとする。はい。さあ、じゃあ行くわよ。大丈夫、やり方は本で読んだことがあるから。この辺かしら。えいっ。え、痛かった？ごめんなさい。じゃあもう少し優しくするわね。どう？これくらいなら気持ちいいかしら。ああ、ちょうどいい感じだ。そう、よかったわ。目の疲れも肩こりも私が全部直してあげる。シノ、この前はサンキューな。マッサージのおかげで最近体の調子がいいんだ。そうなの？それは良かったわね。どうしたんだ？ああ、ごめんなさい。今度はまた私が疲れちゃってるのかしら。そうなのか。じゃあ今度は俺が代わりにマッサージしてやるぜ。え？いいわよそんなの。悪いし、だってそのなんか恥ずかしいし。お前、自分が恥ずかしいことを俺にやらせてたのかよ。そうよね。あんたの方は聞いたのよね。じゃあせっかくだしやってもらおうかしら。ああ、任せろ。ほう、うつ伏せになって、やっぱり少し気恥ずかしいわね。なんかまな板の上の恋状態っていうか。よし、行くぞ。こんな感じ。確かに気持ちいいわね。なんか体から悪いものが出ていくみたい。あ、そうか。じゃあ続けて。はあ、全身がポカポカしてきた気がする。ちょっと眠くなってきたかも。なんかおかしいわね、人前で私がこんなに油断しちゃってるなんて。遠慮せず油断してくれ。こんな姿を見せるのはあんただけなんだからね。じゃあついでに少し寝させてもらうわ。ああ、
構わないぜ。おやすみなさい。